武器の取引か、それとも酒か、どっちでも都合つけてやるぜ。ここはどこかしら。調子に乗ってちょっと飛びすぎちゃったわね。
私の口紅？畜生、映ってねえ。何しやがる！口紅をしない女の子はともかく、女の子のいない口紅なんて不思議な話ね、チェシュ。あんたみたいな間抜けな子がこの町で無事でいるのも不思議な話だわ。この俺の名はルカだ。お前みたいな奴に心配されるほどこの俺はヤワじゃねえ。確かに500年に一度の復活祭とやらで町は限界態勢、ネズミ一匹入り込む隙もねえ。だが色男のルカ様はどこだって顔パスなのさ。人を平気で殺せるような奴は一体どんな手を使って入り込んだのやら。あの女の子、昔どこかで。私の可愛い娘、あの子は俺の未来に失う空間に、あの子を救うことは俺を救うこと。頭を抱えるにはまだ早いぜ。お前がこの町へ来た目的は分かってる。この町にはお前の真実に迫る何かが隠されている。そいつを見つけて取り戻そうってわけだ。お前の呪われた過去をな。はっ、その大事な宝物が見つかるのが楽しみだぜ。それじゃあその宝物が見つかったらあんたにも分け前をあげるわ。それまであんたが生きてたらの話だけど。生きてたら？お前みたいに生きてるかどうかも怪しい奴に言われたがないぜ。真実は常に一つ。その真実をないがしろにするような奴は死人も同然だ。お前が姿を隠しても俺には見えるぜ。たった一つの真実が、親父を殺したという真実がな。信じる者がいなくても真実は誰にも拒めない。俺は暗闇へと消えていく真実をこの手で救い出し、その真実がお前を白日のもとに晒し出す。それが俺の勝利の時だ。これは復讐なんて安い話じゃないぜ。お前のような残忍な魔女とは違うからな。おおっと、どうしようってんだ。白昼堂々やろってのか。やってみな。お前が悪党だって証明するんだ。俺が死んだら可愛い子ちゃんたちがお前を吊るし上げるぜ。クレアにトリッシュ、シルビアや、そうだ、アミーも。あの子は怒ったら怖いぜ。ガブッと一噛だ。
悪魔との取引は高くつくぜなんてな、一度行ってみたかったんだ。
Thank you.
また天使の歌声か。お前も人使いが荒いぜ。まあ俺もちょうど退屈してたところだ。人暴れしてくるからちょっと待ってな。少々手こずっちまったが、仕上がりの方は保証するぜ。さあ思う存分こき使ってやりな。
貴様らの無能な手下どもだ。私は私のやり方でやると言ったはず。貴様らの手出しは無用だ。この町へ来て少しは勘を取り戻しただろう。どうだベヨネッタ、あなた何者？まさか生き別れたお姉さんなんて言わないでしょう。姉だと？馬鹿げたことを言うな。私とお前はアンブラの魔女の頂点という至宝をめぐって争ってきた。お前が長い眠りから覚めた今こそ決着をつける時なのだ。寝ぼけているのか？
この程度か。何を恐れているのだ。恐れているですって？私が？どうやら時間の無駄のようだ。その様子ではな。驚いたわ。私にこんな力が。にちぎれて断続的な絵になったのです。